こんにちは、ルイツァです。今日はですね、東京ディズニー、熊本発のツアーをご案内いたします。海の日の連休がもうすぐ来ますけれども、7月の18日からの2泊3日、熊本発着のプランです。で、ワンデーパスポートが、月のプランになりまして、価格が3連休で4万9800円。これはかなりの破格の、値段になっております。いろいろ、比較対象いただければ、一目瞭然だと思うんですけども、で、熊本からですね、ジェットスター LCC ですねを使います。4月から非常に時間帯が良くなってまして、熊本発が9時10分で、成田、羽田じゃなくて成田になりますけども、成田に11時5分に着きます。それから約1時間のですね、1000円のバスが東京駅まで出てますので、1日目はいろんな、また東京の観光とかにも使えると思いますし、1日目からディズニー行かれる人もいるかもしれないですけど、真ん中の日で行かれた方が1日遊べますのでよろしいかと思います。帰りもですね、最終便ですと18時10分、ということですので、3日目もゆっくり遊べるんじゃないかというスケジュールになっております。ホテルは、ベストウェスタン西葛西といいまして、比較的ディズニーに近いところのホテルになる、ビジネスホテルです。安さを重視してですね、作った商品ですので、ぜひ価格重視派の方は、ご検討ください。3連休のディズニーのご連絡でした。よろしくお願いします。